能面師氷見宗忠。中勘助に妹の死という商品がある。表題は一時孫次郎を考えていたということで、そのわけは死期の迫った妹の顔にある。どこと言って取り立てて目に立つのではないが、すべてが尋常に人付きのする方であった顔に、何かいい意味で技巧の香りのする彫刻的な美しさが備わっている。私は後に計らずその似顔を能面の孫次郎に見出した。中勘助の末の妹は九州の福岡に嫁ぎ、23歳で亡くなった。死を間近にした若い女の顔が能面に似ていたということが、私を深く納得させる。孫次郎の名は金剛流の先祖金剛孫次郎が防災を忍んで打ったと伝えられる女面に由来するが、ここに言う孫次郎は辰右衛門作であっても河内作であってもいい。現実の人間よりは一段と切れの長い目の、遠霊とも声援とも呼べるあの表には、生と死の両面が透けて見えるように思う。死に近づく人の顔は仮面になってゆく。半ばは少女であり、半ばは死者であるものになって、少女そのものであった時には一度も持たなかった形を持ち始めるのではないか。私の父がそうであった。脳梗塞で倒れて2ヶ月で行ったのだが、私もまた死の日の父の顔を後になって能面の中に見た。秋遅いその日、父は病床で苛立っていた。細くなって力のない右手を上げ、拳でベッド際の白壁を2、3度打ち、半開きの口で何かを言う。顔を寄せて聞くと、この壁をぶち破りたいと聞こえた。ひやりとした。年を取ってからは誰からも温厚な人と見られていた父の底に、若年の激しかった気性が消えずにいることを知らされた。その驚きがまずあったのだが、何よりも父の目であった。壁をぶち破りたいという言葉に沿った苛立ち、あるいは怒りの目ではなかった。一度も見たことのない目だった。うつろに近い、しかしそう言ってしまっても違うキーの目に私は怯えた。父が父でない別のものに変わったかと私は恐れ慌てた。多分恐れを打ち消すために私は父に話しかけた。というよりあまりにうつしお的な説教を始めた。付き添い婦や同室の患者のことで父が不快をこらえていることは分かっていたので、話をそういう日常時に持っていくことで得体の知れぬ何かから父を引き戻そうとしたように思う。病院も一つの小社会なんだから、我慢するところはしなくてはいけないよ。楽しくというわけにはいくまいけれども、ここにいる間はなるべく折れ合って少しでも住みやすくし、そして食べたくなくても食べるように努めて、体力をつければそのうちきっと家に帰れるんだから、と。今になれば悔やまれる愚かなことを言ったのだった。分別めかした私の話に父は最初うなずいていたのだが、間もなくふっと他人を見るような目をすると、顔を天井に向けてそのまま先ほどのあの目に戻ってしまった。そんなことじゃないと言われたような気がした。人間が
そしてすべての動物が迎える死というものへの不思議と無念だったのかと今は思う。それきり父の表情は動かなくなった。明日また来るからねと言っても父の目はこちらに向かない。そしてその晩遅く病状が急変して死が来た。死の日の父の顔に出会ったのは河津と呼ばれる能面を見た時である。河津は幽霊面の一つで、阿漕ぎに出てくる水死人の亡霊に使われる能面である。作者は室町期の越中氷見の人、氷見宗忠。何がきっかけであったか、数年前から私は氷見宗忠という能面師が気にかかっていた。河津や二十歳余りといった水死人の表のほか、男面ではこれも幽霊面である痩せ男が名作であり、女面でもやはり幽霊面である痩せ女、霊の女、日垣女などを残し、また乳母や老女は打っているが幽霊な女面は一つもない。癖の強いこの能面打ちの内面を覗きたくもなろうというものである。あまりにも現代人に引き寄せた興味なのかもしれない。しかし中世人の内面が孤説であったと考えるのはおよそ不遜であろう。室町という時代の複雑さと豊かさは歴史家によっても見直されてきている。その中でもとりわけて氷見宗忠は今の我々の心が推し量れる人間の一人ではなかったか。電気資料がないに等しいために余計そう思うのだが、その作品、例えば河津一面を手に取ってみるだけで、私たちの同時代人があの時代にタイムトラベルしていたかと空想したくなる。沖縄面や鬼畜面の持っている様式性からは遠く、生々しい激しさがそこにある。死者であり、同時に少女である幽霊面を、あえて言うならば、極度のリアリズムで打ち出している。河津の謎めいた表情はモナリザの微笑みなどとは違うものだ。もっと写実である。生と死の中間にある顔、死に接近している顔を正確に写しているものだと私は思う。河津を手にして死の日の父の顔に出会い、今はいよいよそう思う。先に中勘助が孫次郎に末期の妹を見たということに納得すると書いたが、それは能面の持つある種の様式性とも関わっていた。そこから来る生と死の同時存在であり、むしろ人間の方が死を抱え込むときにそうした面に近づいていく。河津の場合はそうではなく、普段は私たちの目に触れることのない顔、少女の中にも通常の描写の中にもない顔、確かな死を己のうちに持ってしまったものだけが持つ顔をそのままに写し取り打ち出したものであろう。今年の春のまだ寒い頃、北鎌倉に能面打ちの谷口明子さんを訪ねた。前からの知り合いだが、仕事場を見せてもらうのは初めてだった。3年ほど前にその小さな一軒家を借りたということだが、古びた家の作りが能面を作るのに似合っている。マンションの一室だったり新建材の家だったりしたら、同じ人が打っても出来上がる表はどこか違ってきそうに思う。玄関を入ったところにヒノキ材が積み上げてあり、庭先からの柔らかい光がガラス戸越しに差し込む座り机の脇には水を張った桶があって、机には幾種類もの砥石が使い込んだ石の面を見せている。のみや小刀を巻き込んだ面布の道具入れ、
竹筒に立てた筆の類、白い乳鉢、そして制作中のまだ生地のままの女面が一つ布に包んであった。この部屋で谷口さんの作品をいくつか見せてもらった。もちろん現代の能面は湖面の写しである。ただし谷口さんの場合はあえて人工の時代をつけない。時とともに古びてゆく、それでいいという考えである。だからことに女面などは華やかである。河津の表は神瀬家所蔵の本面を借りて、その写しを二面打ったとのこと。出来のいい方を神瀬に収めて、私が見せてもらったのはもう一つの方である。写真では見たことのある河津だったが、深い眼下、張り出した頬骨、落ち込んだ頬、強い鼻筋、半ば開いた口、水で張り付いた髪の毛がき、そして言いようのないあの目。早春の午後の日が部屋を温めていたけれども、私は背にも腹にも寒さが走った。一人暮らしの谷口さんがよくもまあこんな表と向き合っていたものだと思う。と同時に私は懐かしさのようなもの、知っている顔だというような気持ちを感じていた。その時は言葉に浮上させるのを避けていたのだが、それは確かに死の日の午後の父の顔であった。また父の生まれ育った北陸寺の顔、私も育った雪国の顔、氷見宗忠の土地とつながるところの顔であった。ひと月ばかりして神瀬秀夫さんにお願いして河津の本面を見せていただいた。その時、やっぱりそうだ、これは生と死の共存する顔だ、そしてこれは雪の裏日本の顔だ、私の町や近在にいたあの人、この人の顔に酷似している。河津の目を指で隠してみると、それがもっとはっきりする。父の顔であり、叔父の顔であった。ついでになるが、神瀬秀夫さんが河津を舞台で用いる時と同じく黒い頭髪をつけた形で見せてくださった。ザンバラの大きな髪をつけるわけで、その分異様さが増すはずだが、むしろ逆であった。凄みは和らげられて、懐かしい人々の面影が増した。この形で舞台の河津を見たら、表を手に取って見るのとはよほど違うだろう。私の想像だが、作者氷見宗忠は舞台での効果を考えなかったというのではないけれども、むしろ表そのものを近く見た時の出来に強く惹かれていたのではないか。額に張り付く髪にしても、舞台では黒髪の影になって、観客はよほど注意しなければ気づかないのではないだろうか。氷見宗忠のことはほとんど何も分かっていない。いつどこで生まれて、何歳でどこで死んだのか、何も分からない。彼の打った能面があるだけである。しかもその能面にしても、氷見の作と伝えられるだけのものが多く、確かな証拠に基づくものは少ない。神瀬秀夫さんが、これも氷見作と伝えられていますがね、と言って出してきてくださった瞬間を見ると、なるほど技法は素人目にも河津と似ていると思えるのだが、私には同一作者のものかどうか疑念が残った。題材の違いがあるとはいえ、二つの表で作者の内面が別だという気がする。制作時の作者の年齢がかけ離れていて、作者の内面が大幅に違うのかもしれない。
氷見宗忠は人名辞典や百科辞典などにも私の見た限りでは出てこない。わずかに日本歴史大辞典にこういう記述がある。氷見、生没年不詳、室町時代の能面創作期の名工の一人、越中氷見の出身で氷見宗忠と称した。確証のある作品としては宝生家の乳母面が文亀4年2月の年記を残している。哀愁深い悲劇の主人公の仮面に彼の作と伝えるものが多く、おのずからその作風の特色が知られる。先代金剛岩尾の能と能面が最近復刊されたが、これには氷見宗忠は令和頃、越中氷見郡、氷見村、氷見山の朝日観音堂に住んでいた僧侶で、常に能面を打って観音に奉納していたと言われると書いてある。宝生流の能面師であった鈴木慶雲の能の表にも令和年間とある。令和年間というと1375年から79年の間である。その時の宗忠の年齢はわからないが、観阿弥とほぼ同時代人ということになる。一方、宝生家乳母面の文亀4年というのは1504年、令和から1世紀以上を経て世阿弥没後60年ほどになる。氷見はそのどちらの年代に生きていたのか。宝生の昭和42年8月号に佐藤義彦氏が氷見宗忠を書いておられ、これによると長享元年1487年10月某日、京都千本歓喜寺の茶会記に氷見の名が出てくるとのことである。同席しているのは茶道の祖で足利義政の長を受けていた田村寿光、志野流行動の祖でこれも義政に仕えた志野宗信、玉光の名人で茶杓作りをよくしたという朱徳、それに氷見だという。村田寿光が60代半ば、志野宗信が50の手前、朱徳の年はわからないが、氷見宗忠にしても50や60にはなっていたのではなかろうか。もしこの時50歳とすれば、文亀4年には60代の終わりに近い、60とすれば70代後半ということになる。写真で見る氷見作の乳母面の澄んだ穏やかさはそのくらいの老作者を思わせるのだが、乳母面裏の文亀4年と寿光らの茶会記とを取れば、氷見宗忠は15世紀後半から16世紀初頭にかけての人ということになる。令和年間にいた人とすれば14世紀人ということになるが、私は長らく能面を研究しておられる後藤をはじめ昭和女子大教授の見解にも沿って、氷見を15世紀後半の人としておきたい。後藤教授に伺うと、令和年間の人というのは江戸末期の本などにある記述だが信憑性は少なく、どちらかといえば文亀4年の方が信頼できるのだが、これとて確実とは言い切れない。ただ令和の人であるなら、世阿弥の書いたものに他の能面師の名が出ているのに氷見の名がないというのはおかしい。そこから見ても令和というのは御伝と見ていい。さらに世阿弥の時代というのはまだいい能面は出ていないのじゃないかというのが後藤教授の見方である。また言えば世阿弥の時代の能そのものが未完成であった。世阿弥がいろいろ書き残したものは当時の能の現実であるよりもむしろ理想であった。能が完成するのは応仁の乱の後の数十年で、その時創作面も続々出てきた。その作者の一人が氷見宗忠であろう。そうだろうと思う。初期の能面は舞楽面の系統を引いて
鬼畜面に見られるような誇張の激しい類型化されたものであったろうし、普通の男女面が能に独自のものとして出てきてものっけから優れた作品が現れるとは信じがたい。一方で能そのものの進化があり、長い年月の中で能面もまた深まってきたはずだ。茶会期の長享元年というのは応仁の乱が一応収まって10年、世阿弥没後44年、氷見のような面打ちが出てくるのにふさわしい時だと私にも思える。そして証拠など何もないが、文亀4年、つまり茶会期から17年経っての乳母面は氷見最晩年の作ではないかと思う。河津の方は壮年から老年にかかる頃、青年期にはなかった目で死を見つめ始めた氷見宗忠を想像させる。長享元年の茶会で彼は何を思っていただろうか。その時彼は京に住んでいたのではなく、たまたま京に滞在していたのではなかろうか。京に住み、日頃から樹高らと近い人間であったなら、いろんな記録に彼の名がもっと出ていていいだろう。わしはどうやら場違いの男じゃな。樹高殿は、なんでわしを呼ばれたのか。田舎者に恥をかかそうとてのことでもあるまいに、応仁の戦の頃に打ったわしの瞬間を、エロを褒めておんなさったが、のみの一息の切れがよいとか、ありがたくもないお言葉じゃ。のみ使いなんぞ、使うたことのないお人にわかるはずがなかろうが。いや、これは田舎者のひがみ面打ちのひがみ。茶が瞬間は、打った当座こそ、良い出来と思うたものの、今は気に入らんがや。機械が島に取り残されなさった瞬間殿の寂しゅうてつろうてかなわぬ胸の内を表に打ったつもりではおったのやが、都のお人の気の動きはもう一つわしにはわからんがや、お顔の形には間違いなかろうと思うとる。都のお人らのお顔をエロを苦労して尋ね歩いたもんじゃった。じゃがそんなもんはどうでもいいがや、わしの瞬間をなろうて打った表もあるとか聞こえてくる。あれは真似もしようかろうぞ。わしの打ちたい表は仮門の都のお人らの顔ではだちゃかんがや、なんでかわからんがや、わしの在所の門の顔ばっかりが今のわしの打ち通てかなわん表じゃ。この度頼まれとった表5つばっかり持って京に登る前の冬、阿漕の後じての表を在所の門の顔形で打ってきたがやが、持ってはこなんだ。気味悪うて使うてもらえんもんじゃろうが、今ここにおいでの樹高殿、志野殿らのお目にはどう映ろうか。瞬間の表の方に味方されような。一級総巡前史に参戦なされたという樹高殿はさすがのお人とは思うがやが、樹高殿の言われる託茶なんぞもわしの目には都のお人らのもんじゃ。どこまでもどこまでも都のお人じゃな。樹高殿らは義政公の大覚えめでたい宗家が、今日わしを呼ばれたのも何やらわしを将軍様の御前にとかの、先ほどからのお話の模様何と言うてご辞退いたそうかの。わしら田舎者の能面打ちには
似合わぬことじゃ。名人よと褒められて嬉しゅう思ったのは若い時のこと。今は誰に褒められても何とも思わんの。後の世に名を残す気は一切ないのやが、寿光殿らの都の人には分かってもらえんじゃろうな。うかうか都に長居をしたものじゃ、腰地に雪の来る前に帰らねばの。五十の坂を塔に越えた身には雪の長旅は難儀なこと。早うに帰って今一度阿漕ぎの面を打ちたいもの。先に打ったのは吹雪の海で覆った能登の船の漁師の亡骸を借り受けて移したものやったが、死人を死人に作りすぎたやがもしれぬ。死人であって死人でない面を打ちたいもの。この世に思いを残したまんまの死人じゃ、触れずともよいがや。藤戸の後じての表も今度の雪のうちには打てようか。恨みは尽きぬ猛襲の表じゃ。阿漕ぎの雨人、藤戸の裏の男ともどもに猛襲の男やが、人は皆猛襲のうちに死ぬるもの。やがてはこのわしも同じこと。氷見は死骸を前にして面を打ったという伝説がある。能面師鈴木慶雲はこう書く。何でも氷見は越中国の僧侶で死骸を前にして面を打ったと言われます。雪に閉ざされた暗い北国の一人の僧侶の仕事場を思うと、何か冷え冷えとした恐ろしさが迫ってきます。死人の面を映したというのは、あるいは幽霊面という性質から生まれた伝説的な話なのかもしれませんが、しかし全ての骨格の点においてもよくリアルに死人の層を映していますから、真実かもしれません。二十歳余りなどは小鼻が落ちて力がなくなっているし、いかにも若い男の断末魔の形相を呈しています。河津も確かに紛れもない水死人の顔といえます。毛垣なども水から上がった感じが出ております。しかし両面とも目だけは生きております。慶雲はまた、二十歳余りなどの写実的表現はロダンの彫刻と並べてみてもいささかの遜色もない近代的な写実性と彫刻技法を持っているといい、氷見より下って桃山家に越前大野から出た面打ち師の家元大野出目家には、出目家四家の美祖三公坊の猿神戸が秘蔵されていたという話も俗説とは言い切れないだろうという。金剛岩尾は氷見の痩せ男についてこう書く。全額、顎骨、眼下、尾骨、全額の形を見ても、骨相を死人の顔などによってよほど極めており、しかもその骨が写実を離れて象徴せられた姿で、キラキラと宝石のように磨き出されている。毛垣を見ても、宗忠が彫刻に優れているばかりでなく、絵画にも長じていたことがわかる。北海の吹雪と戦いながら生死の大事を鹿と恣意した鉄人が骨を削り身を舗装して打ち出した表であろう。痩せ男は阿漕ぎ、藤戸のほかにも宇都宇や通い小町にも使われる汎用幽霊面である。金剛岩尾の言うように写実から象徴へと言っている表で、だからこそ河津や二十歳余りのように一曲に限定されない。想像だけで言うなら、河津や二十歳余りを幾面か打って
さらに年を経た老年期に痩せ男を撃ったのかもしれない。私は河津などの写実が痩せ男の象徴へ昇華したというつもりではない。どちらが上というつもりはない。阿漕や藤戸の専用面を打っている時の氷見には、その表が能の舞台にかかる時のことは念頭から離れていたように思う。自分の気が済むまで打つ。その一種の険しさは、ほとんど近代作家のものだったのではないか。痩せ男はそうした過程の上に、老年期の平成に至った氷見宗忠が、むしろ舞台を十分考慮に入れて打ち出した表のように思う。穏やかに済んだ乳母面と生と死を一つに打ち出した河津との間には随分距離があるけれども、中間に痩せ男を置いてみると氷見という人の生涯がおぼろにわかる気がしてくる。入江義則は能面検討に降格。痩せ男の表を打つにしても、氷見は幾度か死人の層を見つめたかもしれない。吹雪のすさむ夜、氷見は凍る手にのみを握り、針のごとく研ぎ澄ました感性を持って、死人を見つめながら、暗い灯火のもと、こざして、痩せ男を打ったのであろう。なぜなら、この痩せ男の思想は、到底常人の感覚で、表現できうるものではない。特殊な職業にあるものの、冷徹と鋭角な感性にのみよって初めて表現しうる虎骨の表情である。ここにも氷見が死骸を前にして表を打ったという伝記が肯定されている。私もそれはあったと思う。ただ痩せ男を打つ時にはもう死骸を前にはしなかったのではないか。私は氷見の痩せ男を写真でしか知らないのだが、河津と比べてそう思う。先日能登を一周しての帰りに氷見に寄った。氷見は能登半島の東の付け根にあり、昔の氷見郡が今は氷見市になっている。海辺に立つと波打つ富山湾の向こうに立山連峰が白く横たわっていた。氷見宗忠がいたと伝えられる旭山観音堂は旭山公園のふもとにあった。常日寺の境内奥の石段を登った上である。江戸時代に大火で寺の建物すべてが焼け落ちたとのことだから、今の観音堂は氷見宗忠の時代のものではない。焼け残ったのは大いちょうだけである。幹回り12メートルのゴツゴツした巨木は白鳳10年旭山常日寺創建の折に植えられたと伝えられている。樹齢1300年を超えるわけで、氷見のいた時にもすでに800年くらいの大木だったのだが、この木のほかに能面師の時代を忍ばせるものは何もない。観音堂の右手空き地が昔は能舞台のあったところだと聞いただけだ。王子は七道伽藍を備え僧兵を要した大寺であったという。その名残はなく、小雪の中にひっそりと静まった寺だった。念のため住職さんに会って氷見宗忠のことを尋ねてみたが、大火の際に古い記録はすべて消失して何もわからないということだった。しかし仮に大火がなかったとしても、氷見宗忠と称した能面師のことが記録されていたかどうか、彼がこの寺にいたとしても正規の僧侶ではなかったのではないか。室町期には大寺であったようだから、彼のような半僧侶が何人も奇遇していたことが考えられる。寺の片隅の納屋のようなところに住み、寺の雑用も務め、経も読み、合間に能面を打って観音に奉納し、やがて経からの求めに応じて表も打つのだが、同輩との交わりは少なく、過去を問われても答えない。そういう男が
私には浮かんでくる。住職さんの話だと、うちの宗派では臨終の人の枕元で経をあげ、そのまま通夜の度胸をしますさかい、死人を見る経験は多かったでしょうな。氷見宗忠のことを書いた小説を読んだことがありますが、夜中に墓を暴いて死体を引き出したようなことが書かれてありましたよ。そんなことはせんでも、死体はなんぼでも見れると思いますがな、ということだった。人間の末期の顔を繰り返し見ていた男、それも能面打ちの目で見続けた男、それならあの河津の表がわかる。しかし河津の時と断定はできないが、死体を目の前にして表を打ったことは幾度かあっただろう。墓を暴いたとは思えないけれども、身寄りのない死人に経をあげるようなことはあったに違いない。埋葬を先に伸ばして自分の仕事場に安置し、表を打ち経をあげるということを繰り返す日々が時にあったのではないか。季節は冬だと思う。湿度の高い北陸の夏では死体はすぐに腐敗してしまう。春や秋でも難しい。雪の使える冬だけだろう。観音堂のあたりは雪が多い。浜辺の村では雪は積もったかと見ると消え、消えたかと見ると積もっているのだが、朝日山の山陰では初雪から間もなく寝雪になる。この冬もすでに三尺のあまり、固く締まった雪の上に粉雪がちらついている。ゆんべの吹雪はひどいもんじゃった。宗忠は観音堂の裏手の小さな納屋に寝起きしている。吹雪の夜には板戸の隙間から雪が吹き込む。今朝も起きてみると、床からよぎまで粉雪がびっしり植え付けたようについていた。納屋の奥まったところに能面に使うヒノキを積んで枯らしてあるのだが、昨夜の吹雪はそのヒノキにも細かい雪を吹きつけていた。ヒノキについた雪を払い取って一息入れているところに知らせがあった。浜に小舟と漁師が打ち上げられているという。浜には村人が子供を交えて三四十人も出ていた。吹雪は収まったが、どんよりした灰色の空に小雪が舞い、高い白波が砂浜に打ち寄せている。一丁ばかり先に小舟がひっくり返って見えていた。その小舟を波がもう一度さらいそうになる。人垣の中には中年の男の死体が転がっていた。村役人の調べで四里ばかり先の村のやもめ暮らしの漁師と知れた。ゆんべの吹雪になんで船を出したんかの。自害かもしれんの。おかみさんが死んで三年ばかりになるがやけんど、村の衆とは口きかずの毎日やったと、あの村で聞いたことがあるがや。はあ、おっとろしい顔しとるがね。目を見開いたままの猛臭のつきぬ顔であった。宗忠は村役人に、死者の弔いと合わせて面打ちのための数日を申し出た。一人暮らしの男とはいえ、どこかから身寄りの者が来るやもしれぬ。それまでならばということで、宗忠は硬直した屍を背におぶった。宗忠の忙しい日が始まる。あり合わせの杉板を削って棺を作り、死者を横たえ、
しばらくの間香を焚き経をあげると、観音堂の外に出て雪割りを始めた。山際の一番深いあたりの雪を掘り、ざらめになった雪の層のさらに下を掘ると、青光りのする固い雪がある。これをのみで割って棺に運ぶ。人間一人を横たえた木棺の隅々まで埋めるには何十回となく繰り返さなければならない。人渡り行き渡ったところで、ざらめ雪を取ってきて隙間を埋め、手のひらで固めてゆく。死者の顔だけが雪の塊の中に浮き出ていた。冬の日が落ちるまで宗忠は度胸を続けた。度胸を終えて、つくづく男の顔を見る。この男は本当に自害するために吹雪の海に出たのだろうか。女を亡くしたということだったが、そのことだけで自害に至るだろうか。その妻はどんな女で、この男とどんな日を送ったのだろうか。男の妄執の司祭は分からぬ。女の死は自害の引き金に過ぎないのかもしれない。三年の間ゆっくりと己を殺してきて、昨夜の吹雪がその最後であったのか。納屋の戸を開けたまま雪明かりで、宗忠は大小ののみと小刀を研いでゆく。鈍い海鳴りの音を研ぎ音が一研ぎごとに切ってゆく。人の妄執は清めなければならぬものか。妄執を払って成仏の身となるべきものか。人は誰も他人には知れぬ妄執のうちに生きて死んでゆくのではないか。それでよいのではないか。この男の妄執をわしは表に打ち出そうとしておる。誰に頼まれたものでもない。なぜ打つのじゃ。それはわしにはわからぬ。ただ打ちたい業というものじゃな。死体のためだけではなく、私には彼が表を打ったのは雪の季節だけだったように思える。先に引いた鈴木慶雲、金剛岩尾、入江義則ともに雪の北国をイメージして描いているのは偶然ではない。宗忠の能面が自然に冬を思わせるからだろう。雪は人を鉄人にすると言ったら誇張に過ぎるだろうか。山田宗睦さんが幽雪という短文で雪を描いた美しい文章を書いている。函館の郊外で水かさの増した川沿いに、冬の間は川岸いっぱいを覆っていた積雪が岸のあちこちでえぐれたように溶け、地面から少し浮いた積雪の端から落ちる雫と陽光の交点に吹きの塔が育っているのを見てきた少年には、冬もまた新しい命を育てるものであり、その現れこそが雪解けなのだと信じられたのである。この文章の別のところで山田さんが指摘しているように、冬と夏の交代には死と復活というグローバルな問題が関わっているのだが、私は雪国において最も鮮やかにそれらの問題が人の心を浸してゆくと思っている。今引いた文章がその見本であるが、例えば寝雪にもなる大雪の降る夜、街は不思議に静まり返って、
雪の降る音だけが街を満たしてゆく。そういう夜は風がなく、雪はまっすぐに霧もなく降りてくる。ガラス戸越しに見ていると、自分もまた雪になってしまいそうで、雪の降る音は耳に聞こえているのではなく、目で見ているのかと思う。そしてそういう夜が明けると、町は一晩のうちに昨日までとは別の町、子供心には聖なる町になっていた。夜の海に降り込む雪はほとんど原始の光景である。また藁で編んだ御座帽子を着て地吹雪の中に立ち尽くす時の深い恐れ、雪の晴れ間の青空、雪崩の音、雪に閉ざされた炉端の語り、雪解けの小川、雪は人の心のひだを深くする。生と死をいつもまっすぐに見せている。というより生と死の巡りを人の体にしませてゆく。氷見宗忠が幽霊面に終したのは、彼が雪国に暮らしたからだろうし、幽霊面を打つには雪の時でなければならなかった。生と死が鮮やかに見据えられる雪の季節が彼に能面を打たせたのだと思う。雪の深いのは裏日本である。その裏には心の意味がある。大限界に裏は底深にしか思うを言う切なる語なりとあるのを借りれば、裏日本はすなわち心日本であり、そしてそこは雪日本なのである。雪が育ててきた心の奥底を私なりに覗いて行きたいと思っている。